小田急サザンタワーは東京都渋谷区代々木2丁目の新宿サザンテラスにある36階建ての超高層ビル。新宿駅南口周辺の再開発の一環で建設され1998年に竣工・開館した。小田急グループの大通り構想、新宿テラスシティにおける終着点の各施設である。低層階はレストランなどの店舗が 中層階には、企業がテナントとして入居し、また上層階は、ホテル、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーとなっている。外壁の最上部には、ホテルセンチュリーサザンタワーのロゴが取り付けられている。本ビルの上層階を占める小田急、ホテルセンチュリーサザンタワーは、小田急グループの株式会社ホテル小田急、サザンタワーによって運営されている。小田急ポイントサービスの加盟店。 ホテルロビーは20階にあるため、1、2階のホテルエントランスから、シャトルエレベーターでアプローチする。ホテルは、シングルツインルームによる宿泊が主体で、一般的なシティホテルと違い、大規模宴会場、ベルボーイルームサービススイートルームミニバーを、あえて設置せずに、フロントのある20階前後に飲食物、日用品を揃える売店、ラウンジレストランを設置している。客室には、 ミニバーの代わりに空の冷蔵庫が設置されているので宿泊客が必要に応じて買い求めるスタイルとなっておりこれを本ホテルではリミテッドサービスと呼称するサービス的にはシティホテルより下のビジネスホテル程度であるもののシングルルームの広さは19平方メートル以上と シティホテル並みで新宿駅に資金であることからワンランク上のビジネスユースを掘り起こしたホテルとして知られる。各フロア南端の客室からは JR 中央線、山手貨物線、山手線、小田急小田原線の各鉄道路線が眼下に眺められることが一部に知られていたが2009年6月25日より この客室を利用する宿泊プランをまるで N ゲージトレインビュー宿泊プランと名打って売り出した。海が見える客室をオーシャンビュー、街の夜景が見える客室をシティビューなどと名打つことが多いのにならい、トレインビューと名打ったもので列車が豊富に見えることをホテル側でも公式に認めてこれを売り物としたものである。鉄道景観を売り物とする同様のプランを設定した。 宿泊施設は日本国内に数件の前例がある。その後、2007年に開業したホテルメトロポリタン丸の内が1ベッドにベッドルーム中心で宿泊に特化するなど、本ホテルに類似のコンセプトを打ち出すホテルも出現している。2008年11月21日、ミシュランガイド東京日本語版2009の快適なホテル格付け順で、 黒い家マーク3つを獲得した。小田急サザンタワーは変形の超高層ビルで構成も複雑である。このため、それぞれの空間的要求に対応するために、客室にリニアモーターによる精神装置を導入するなど、当時におけるいくつかの新技術を導入している。米マイクロソフト社の日本法人である、マイクロソフト株式会社は本ビル開館時からの、 テナントで新宿オフィスを開設していた。同社の本社事務所は1993年より渋谷区笹塚の笹塚なビルディングに入居していたが、2005年に本ビルにオフィスを集約して笹塚なビルディングの全フロアを開約し、陶器場も笹塚から代々木に移転した。しかし、2011年2月より、 都内7カ所に分散していた本社及び事業所のうち5カ所、大田橋、赤坂、発大、霞ヶ関について、品川グランドセントラルタワーへ移転、集約し、当ビルより撤退した。ありがとうございます。